心療内科医竹雄がお送りする「心身症チャンネル」第3回の今回は精神科と心療内科の違いというお話をしたいと思います復習ですけれども第1回「心身症とは」では心身症とはストレスに関連する体の病気というお話をさせていただきましたで心身症を専門に見る診療科というとそれは心療内科であるというお話を前回させていただいたかと思いますで じゃあ、精神科との違いは何かというと、精神科で見る病気ですね、疾患は、これ精神疾患が専門になりますで。精神疾患ってあんまり聞き慣れないかもしれないですけれども、精神疾患とは具体的にはどういうものがあるかというとですね、こういったものですね、うつ病、統合失調症、双極性障害、ね、発達障害、あと、まあ、精神科の一部の先生は認知症が専門であったりとか、 転換が専門であったりとかする方もいらっしゃいいますというわけでもう一度まとめると心療内科は心身症を専門に見るか精神科は精神疾患を専門に見るかということになりますはいではここで皆さんに質問ですこんな看板結構巷でよく見かけるんじゃないでしょうかこの看板どういうことでしょうかね 心療内科、神経科、精神科ですね。こういうのを結構見ると思います。というわけで次回の予告第4回ですけれども、心療内科、神経科、精神科の看板の闇というお話をさせていただこうと思います。